青色発光ダイオード LED の開発で去年ノーベル物理学賞を受賞した大洲市出身でアメリカのカリフォルニア大学サンタバーバラ校教授の中村修二氏がノーベル賞を受賞後初めて帰郷し、2日新居浜市王城院の県総合科学博物館で県内外から詰めかけた600人を前に講演しました。講演には1500人以上の応募があり、半数の300人は別室でモニター中継を見ました。ノーベル賞というのは中村教授はまず LED の仕組みを男女の恋愛に例え、次のように分かりやすく解説しました。PN 発光素のようで、女子の発光素というところでね、男性と女性がくっつくんですよ、ね、狭いところに行くから。男性と女性がくっついたら光が出るんですよ、ね、恋愛の場合はハートなんですけど、ハートで光が出る。この場合自身の実績も青色 LED の量産化ではなく、実用的な高輝度の青色 LED 発明での評価だと説明し、共同受賞者の名古屋大学の天野博教授らが開発した LED に比べて発光効率が高いことを強調しました。また、かつて勤めていた日夜化学工業の創業者故小川信夫さんや研究チームにも触れ、感謝を込めて次のように振り返りました。そう、一番感謝したら、ね、日夜化学の創業者信夫小川って人なんです。私に10年以上投資してくれたわけなんです。しかも一切干渉しない、で研究者にとっては最高なんですよ。金は出すけど一切干渉しない、自由に研究だから最理想の環境だったんですよ。講演の最後には質疑応答があり、訪れた高校生らの質問に笑顔で答えていました。どういう気持ちでそれほど難しい研究を続けることができたのですか？謎解きが基本で好きだったんですよ。ですから高校時代ね、唯一読んでた本というのは推理小説を、ね、読んでたんですよ。友達こっちへ帰ってくるとほっとしますね。やはり皆さんも非常に応援してくださるので、一番来たい場所でありますし、来て嬉しいところですね。